はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。ミートピア実況プレイ続けていきたいと思います。はい、前回の、やめるみたいなところからスタートして続けていく。起きてけ起きてけ。じゃあまずは料理かな。料理をトゥルトゥル。あ、わかんない。でもスライムゼリー雪村が嫌いということは、順番的に考えるとサスケとかは好きなんじゃないかな。あ、好きなんだ。大好きじゃないんだ。悪魔のおやつはなぜか雪村だけが 大好きで、他がみんな普通という。 MP 系魔力だからな、あんまりなんかもったいない感じがすると思ったけど1個しかなかったわ。お小遣いは、誰もやる気ね。ゲームコーナーは水泳の装束。いやでもチーズケーキあるし、ありかな。チーズケーキあるから行ってみようか。チーズケーキと S クラス両方どっちでもいい。この状態でヒットポイントバナナが当たったら笑う。お、チーズケーキいきそうか。やったー、チーズケーキめちゃめちゃね上がるからね。おい、しかも3つも。やったー。もっかいやっていい？もっかい欲しい。もっかい欲しい。チーズケーキ。あ、食いて。リアルにも食いて。リアルにも食いて。あ、これはまさか。お、水泳の装束行くんじゃない？おー。これ、水泳の装束は、サスケだよな。あー、短かったなー。あれ好きだったのに。さっきのやつ好きだったなぁ。見た目変えないっていうパターンもあったけど。S クラス出るまでやりて、結構今ゲーム権あるし。S クラス、まあこれでチーズケーキだったら諦めて、S クラスかチーズケーキで。チーズケーキ臭いな。S クラス出ないか。まあいっか。チーズケーキは取ってもいいからよし。じゃあやめよう。じゃあ、料理をあげていけ。チーズケーキみんなに配っていこう。あ、小十郎だけまだだ。普通だった。めちゃめちゃいいのに、こいつ。いや、マジでいいんだよな、これ。次、雪村。美味しくいただいていけ。で、大満足。まあ残そっか。よし、じゃあ出発進行。お、素早さプラ10にしよう。いったねー。いや、チーズケーキマジあのチーズケーキ立ててるのは謎だけど美味しそうだよね。なぜ立ててるんだい。おい、新しいルートなのでゆっくり行こうか。ほい。おお、誰だお前。明治ゴブリンバカ。おっ、け、鼻息。多分一発では倒せなさそうだよね。マジか。じゃあジャンプ切り。あ、でも倒すとりあえず一匹はいけそう。ドン。めっちゃメガネかけてるんだけど。お、手助け。何もさせずに倒せそうかな。ウェイ。オッケー。ちょっとメガネ限定なのかな。はい。お金か。なんか、食い物くれたら嬉しいのにな。何くれるんだろうって割とね、新しいのが出るたびにワクワクしてるから。した。なぜなら、通常ルートは上のはずだから。だって、塔だからね。お、宝箱。お、やったー。いいね。美味しそう。猛烈な眠気か。頑張って。私も若干眠気に耐えながら頑張ってるから。おい。メガネ限定なんだな。オッケー、サスケー。ダメージが少なくてもいいんだよ。やってくれることが嬉しいから。上機嫌。いて。お、どうしよっかな。
課題地上攻撃で明治国林を確実にやるか。オーライ。お、お重炉の方にもいいね。普通にべし。あ、あ、倒しきれへんのかーいと思って今。おい。お、ゴブ、あ、ゴブハブか。あ、そっか。そっか、あいつゴブリンだから。ただのゴブハブか。はーい。なんか新しいやつだからちょっとなんか特殊というか。違うのが出るかなって思ったけど、そんなことありませんでした。ペイ好きってなっただけだった。小遣いは、あ、早速さらにか。マッチョてか、お前まだマッチョに全然届いてなかったんだ。そうなのか、めちゃくちゃ遅かったんだな。ゲームコーナーにある？あるわ。じゃあこれでいいかな。いや、マッチョ系嫌いだからとっとと進んでほしいんだけどな。サスケマジでめちゃくちゃ遅れてたってことだよな。あ、これまずいですね。デート券ですね。嘘やん、デート券じゃなくて、いや、これもう一回やってダメだったら普通に買おう。マッチョの装束、あ、これ通り過ぎちゃう。あ、これピットポイントバナナだ。マジか。マジかー。ダメそうかな。これこの感じだとダメそうだよな。じゃあ、しゃあねえから。はい。これで買ってこなかったら、ちょっと仕分けたいけど。オッケー。オッケーだけどオッケーじゃない。オッケーだけどオッケーじゃない。この系早く抜け出してくれ。頼む。どうしようかな。これは先に刑事で、ここ二人をあれしてからかな。で、お料理で。ネズミチーズ。あ、みんなわからん。じゃあ順番に。美味しくいただいた、普通。素早さ系だから先に、普通か。ゴブハモンはなぜか君だけなんだよね。しかも普通なんだよね。で、ジョーゴーレムステーキはみんなわからん。でも攻撃系だったら雪村かな。美味しくか、普通だな。で、悪魔のおやつが、魔力 MP だからな。まあ、あれ、罠って魔力関係あんの？かんねえ。じゃあ最後にチーズケーキをあげて。フィニッシュ。ほい。じゃあ、進むか。レッツゴー。いやー、マッチョ系マジで。早く次更新してほしい。達成していく。達成はいいんだけど、なんかご褒美をくれ。ここがもう一回だな。ワンモア。ワンモアルートだー。ワンモアルートってなんだ？キャッ。サクサクいこう。ナイス手助け。ドーン。普通に殴っていいじゃない。多分二人でなんとかなるでしょ。えーい。えぐいダメージ入ったね。ほい。お、レベルアップ。ふぅ。お、回転切り。あ、全体技じゃん。いいね。ゴムハムは今、保持だけだからな。もったいないよな。あんま攻撃関係ないからな。お、なんだ？じー。めっちゃ見とる。何も、うん！それは最悪。あっ！
まさかのダメージイベントだった。はい。お、サスケ。鼻息、ゴー、ドン。あ、回転切りも見たいけども、鼻息で、イヤー。はい。ほい。ほい。回転切りはまた今度ということで。ウェーイ、もうダッシュ。ウィーン、よし、上がった。はい、スキーで、あ、みんなの様子だ。じゃあまずはサスケとこいつ、暇なのか。やめていただいてもので、前もコジュがやってたけど、さーて、君ハチ金があるからな。うん、でもサスケの場合な、この顔の模様とか鉢金が残るから、そこまで別人みたいにはないよな。はい、じゃーん。まだどっち選ぶ系か。リンゴ、あ、生で食う人参はどうだい。いけるんかーい、いけるんかーい。いい。11になったのか。じゃあここ2人、ここ2人を早く10にしたいから、もうちょっと待ちかな。じゃあ、じゃあこうかな。で、料理でゴブハムは補充に処理してもらって、処理言うな。で、チーズケーキどうしよっかな。好きに渡したいかな。まあ、ケージーでいっか。主人公ビーキでいこう。うい。ゲームコーナーは、おーん、おーわ、迷彩の鎧欲しい。でもこれだと S クラスいきそうだけど、まあ、一回やってみよう。迷彩の鎧欲しい。迷彩の鎧欲しい。あー、上半身の涙いっちゃう。いや、むしろ MP やめ。うん、ぶねー。いやー、マジかー。あー、ちょっと、もっかい、もっかい、もっかい。迷彩の鎧欲しいけど、S クラスでもいい。お、迷彩の鎧くんじゃね？え、待て。OK！ やったー。おーおーおーおお、まあ、とりあえずケージにあげようか。で、黄色にしておいて。いや、迷彩系、あれだな、サスケにもあるんだったらめちゃめちゃ欲しいな。おーな、お小遣いは、あ、君が。お、不思議のエプロン、いけ。とっととこのマッチョ系は卒業していけ。いいね。不思議のアリス系だけど。あー、じゃあちょっと黒いこうか。似合う似合う。よし。上半身の涙もろたけど、魔力、あ、おえーか。一応上がったけど。お、大満足した。この二人、やっぱ上位互換もダメなんだな。出発しよう。はい。ほい。ほい。詰めていけ。あ、ちょっと待って。時間的にちょっと微妙だから、ここら辺で行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。